最後の一句、森鴎外。元文三年11月23日のことである。大阪で船乗り業桂屋太郎兵衛という者を木津川口で3日間晒した上、残罪に処すると考察に書いて立てられた。始終至るところ太郎兵衛の噂ばかりしている中に、それを最も痛切に感じなくてはならぬ太郎兵衛の家族は、南組堀江橋際の家でもう丸2年ほど、ほとんど全く世間との交通を断って暮らしているのである。この予期すべき出来事を桂屋へ知らせに来たのは、ほど遠からぬ平野町に住んでいる太郎兵衛が女房の母であった。この白髪頭の大名のことを桂屋では平野町のおばあ様と言っている。おばあ様とは、桂屋にいる5人の子供がいつもいいものをお土産に持ってきてくれる祖母に名付けた名で、それを主人も呼び、女房も呼ぶようになったのである。おばあ様を慕っておばあ様に甘え、おばあ様にねだる孫が桂屋に5人いる。その4人はおばあ様が17になった娘を桂屋へ嫁によこしてから今年16年目になるまでに間に生まれたのである。長女一が16歳、次女松が14歳になる。その次に太郎兵衛が娘を嫁に出す覚悟で、平野町の女房の里方から赤子のうちにもらい受けた長太郎という12歳の男子がある。その次にまた生まれた太郎兵衛の娘は徳といって8歳になる。最後に太郎兵衛の初めて儲けた尾の子の初五郎がいて、これが6歳になる。平野町の里方は裕福なので、おばあ様のお土産はいつも孫たちに満足を与えていた。それがおととし太郎兵衛の入寮を知ってからは、とかく孫たちに失望を起こさせるようになった。おばあ様が暮らし向きのように立つものを主に持ってくるので、おもちゃやお菓子は少なくなったからである。しかしこれから老いたっていく子供の元気は盛んなもので、ただおばあ様のお土産が乏しくなったばかりでなく、おっか様の不機嫌になったのにもほどなく慣れて、格別しおれた様子もなく、相変わらず小さい闘争と小さい和睦との刻々に交代するにぎやかな生活を続けている。そして遠い遠いところへ行って帰らぬと言い聞かされた父の代わりに、このおばあ様の来るのを歓迎している。これに反して厄難に遭ってからこの方、いつも同じような開墾と悲痛とのほかに、何者をも心に受け入れることのできなくなった太郎兵衛の女房は、手厚く貢いでくれ親切に慰めてくれる母に対しても、ろくろく感謝の意をも表すことがない。母がいつ来ても同じような栗ごとを聞かせて返すのである。厄難にあったはじめには、女房はただ呆然と目を見張っていて、食事も子供のために機械的に世話をするだけで、自分はほとんど何も食わずに、しきりに喉が渇くと言っては湯を少しずつ飲んでいた。夜は疲れてぐっすり寝たかと思うと、たびたび目を覚ましてため息をつく。それから起きて夜中に裁縫などをすることがある。そんな時は
そばに母の寝ているのに気がついて、最初に4歳になる初五郎が目を覚ます。次いで6歳になる徳が目を覚ます。女房は子供に呼ばれて床に入って、子供が安心して寝つくと、また大きく目を開いて、ため息をついているのであった。それから2、3日たって、ようよう泊まりがけに来ている母に、栗ごとを言って泣くことができるようになった。それから丸2年ほどの間、女房は機械的に立ち働いては、同じように栗ごとを言い、同じように泣いているのである。考察の立った日には、昼過ぎに母が来て、女房に、太郎兵衛の運命の決まったことを話した。しかし女房は母の恐れたほど驚きもせず聞いてしまって、またいつもと同じ栗ごとを言って泣いた。母はあまり手応えのないのを物足らなく思うくらいであった。この時長女の一は襖の陰に立っておばあさまの話を聞いていた。桂屋にかぶさってきた役難というのはこうである。主人太郎兵衛は船乗りとは言っても自分が船に乗るのではない。北国通いの船を持っていて、それに新七という男を乗せ運送の業を営んでいる。大阪ではこの太郎兵衛のような男を伊仙道と言っていた。伊仙道の太郎兵衛が沖仙道の新七を使っているのである。元文元年の秋、新七の船は出羽の国秋田から米を積んで出版した。その船が不幸にも航海中に風波の難にあって阪南船の姿になって横峯の半分以上を流した。新七は残った米を売って金にして大阪へ持って帰った。さて新七が太郎兵衛に言うには、南船をしたことは港で知っている。残った積み荷を売ったこの金はもう米主に返すには及ぶまい。これは後の船を仕立てる費用に充てようじゃないかと言った。太郎兵衛はそれまで正直に営業していたのだが、営業上に大きい損失を見た直後に現金を目の前に並べられたので、ふと両親の鏡が曇ってその金を受け取ってしまった。すると秋田の米主の方では南船の知らせを得た後に、残り荷のあったことやら、それを買った人のあったことやらを人づてに聞いて、わざわざ人を調べに出した。そして新七の手から太郎兵衛に渡った金高までを探り出してしまった。米主は大阪へ出て訴えた。新七は逃走した。そこで太郎兵衛が入牢して、とうとう死罪に行われることになったのである。平野町のおばあさまが来て恐ろしい話をするのを、姉娘の一が立ち聞きをした晩のことである。桂屋の女房はいつもの栗ごとを言って泣いた後、出る疲れが出てぐっすり寝入った。女房の両脇には初五郎と徳が寝ている。初五郎の隣には長太郎が寝ている。徳の隣に松、それに並んで一が寝ている。しばらくたって
一が何やら布団の中で独り言を言った。ああ、そうしよう。きっとできるわ。と言ったようである。それを松が聞きつけた。そして、姉さん、まだ寝ないの？と言った。大きい声を押し出ない。私にいい考えがあるから。一はまずこう言って妹を制しておいて、それから小声でこういうことを囁いた。お父さんはあさって殺されるのである。自分はそれを殺させぬようにすることができると思う。どうするかというと、願い書というものを書いて、お奉行様に出すのである。しかし、ただ殺さないでおいてくださいと言ったって、それでは聞かれない。お父さんを助けて、その代わりに私ども子供を殺してくださいと言って頼むのである。それをお奉行様が聞いてくださって、お父さんが助かればそれでいい。子供は本当に皆殺されるやら、私が殺されて小さいものは助かるのやら、それはわからない。ただ、お願いをするとき、長太郎だけは一緒に殺してくださらないように書いておく。あれはお父さんの本当の子ではないから死ななくてもいい。それにお父さんがこの家の跡を取らせようと言っていらっしゃったのだから殺されない方がいいのである。一は妹にそれだけのことを話した。でも怖いわねえと松が言った。そんならお父さんが助けてもらいたくないの？それは助けてもらいたいわ。それごらん。松さんはただ私についてきて同じようにさえしていればいいのだ。私が今夜願い書を書いておいて、明日の朝早く持っていきましょうね。一は起きて手洗いの清書をする半紙に、失礼。一は起きて手習いの清書をする半紙にひらがなで願書を書いた。父の命を助けて、その代わりに自分と妹の松、徳、弟の初五郎をお仕置きにしていただきたい。実子でない長太郎だけはお許しくださるよう、お許しくださるようにというだけのことではあるが、どう書き綴っていいかわからぬので、幾度も書き損なって、聖書のためにもらってあった白紙が残り少なになった。しかし、とうとう一番鳥の鳴く頃に願書ができた。願書を書いているうちに松が寝入ったので、一は小声で呼び起こして、床の脇に畳んであった普段着に着替えさせた。そして自分も支度をした。女房と初五郎とは知らずに寝ていたが、長太郎が目を覚まして、姉さん、もう夜が明けたの？と言った。一は長太郎の床のそばに行って囁いた。まだ早いからお前は寝ておいで。姉さんたちはお父さんの大事な御用でそっと行ってくるところがあるのだからね。そんならおいらも行く。と言って長太郎はむっくり起き上がった。一は言った。じゃあ大きい。着物を着せてあげよう。長さんは小さくても男だから、一緒に行ってくれればその方がいいのよ。と言った。女房は夢のようにあたりの騒がしいのを聞いて少し不安になって寝返りをしたが、目は覚めなかった。三人の子供がそっと家を抜け出したのは二番鳥の鳴く頃であった。
戸の外は霜の暁であった。提灯を持って拍子木を叩いてくる夜回りのじいさんに、お奉行様のところへはどう行ったら行かれようと一が尋ねた。じいさんは親切な物分かりのいい人で、子供の話を真面目に聞いて、月番の西奉行所のあるところを丁寧に教えてくれた。当時の町奉行は、東が稲垣淡路の神種信で、西が笹又三郎、笹又城成宗である。そして11月には西の笹が月番に当たっていたのである。じいさんが教えているうちにそれを聞いていた長太郎が、そんならおいらの知った町だと言った。そこで兄弟は長太郎を先に立てて歩き出した。ようよう西奉行所にたどり着いてみれば、門がまだ閉まっていた。門番所の窓の下に行って、一が、もしもし、とたびたび繰り返して呼んだ。しばらくして窓の戸が開いて、そこへ四十学校の男の顔が覗いた。やかましい、なんだ。お奉行様にお願いがあって参りました。と、一が丁寧に腰をかがめていった。ええ?と言ったが、男は容易に言葉の意味を解しかねる様子であった。一はまた同じことを言った。男はようよう分かったらしく、お奉行様には子供が物を申し上げることはできない。親が出てくるがいい。と言った。いいえ、父は明日お仕置きになりますので、それについてお願いがございます。なんだ?明日お仕置きになる。それじゃあ、お前は桂屋太郎兵衛の子か?はい、と一が答えた。ふん、と言って男は少し考えた。そして言った。けしからん。子供までが神を恐れんと見える。お奉行様はお前たちにお会いにはならない。帰れ帰れ。こう言って窓を閉めてしまった。松が姉に言った。姉さん、あんなに叱るから帰りましょう。一は言った。黙っておいで。叱られたって帰るのじゃありません。姉さんのする通りにしておいで。こう言って一は門の前にしゃがんだ。松と長太郎はついてしゃがんだ。三人の子供は門の開くのをだいぶ久しく待った。ようよう缶の木を外す音がして門が開いた。開けたのは先に窓から顔を出した男である。一が先に立って門内に進み入ると松と長太郎とが後ろに続いた。一の態度があまりに平気なので、門番の男は急に支えとどめようともせずにいた。そしてしばらく三人の子供の玄関の方へ進むのを目を見張って見送っていたが、ようよう我に返って、これこれと声をかけた。はい、と言って一はおとなしく立ち止まって振り返った。どこへ行くのだ。さっき帰れと言ったじゃないか。そうおっしゃいましたが、私どもはお願いを聞いていただくまではどうしても帰らないつもりでございます。しぶといやつだな。とにかくそんなところへ行ってはいかん。こっちへ来い。子供たちは引き返して門番の詰所へ来た。それと同時に玄関脇から、なんだなんだと言って二三人の詰衆が出てきて
子供たちを取り巻いた。一はほとんどこうなるのを待ち構えていたように、そこにうずくまって懐中電灯から書きつけを出して、真っ先にいるヨルキの前に差し付けた。松と長太郎とも一緒にうずくまって礼をした。書きつけを前に出されたヨルキは、それを受け取ったものか、どうしたものかと迷うらしく、黙って一の顔を見下ろしていた。お願いでございます、と一が言った。こいつらは、傷川口で晒し者になっている、桂や太郎兵衛の子供でございます。親の命乞いをするのだと言っています、と門番が傍らから説明した。与力は同役の人たちを国会に見て、ではとにかく書きつけを預かっておいて伺ってみることにしましょうかな、と言った。それには誰も議論がなかった。与力は願書を一の手から受け取って玄関に入った。西奉行の笹は両奉行の中で新参で、大阪に来てからまだ一年経っていない。役向きのことはすべて同役の稲垣に相談して、城代に伺って処置するのであった。それであるから、桂や太郎兵衛のくじについて、前役の申し継ぎを受けてから、それを重要事件として気にかけていて、ようよう処刑の手続きが済んだのを重荷を下ろしたように思っていた。そこへ今朝になって、宿々の与力が出て、命乞いの願いに出たものがあると言ったので、笹は、まずせっかく運ばせたことに、邪魔が入ったように感じた。参ったのはどんなものか、笹の声は不機嫌であった。太郎兵衛の娘両人とせがれとが参りまして、年上の娘が、願書を差し上げたいと申し上げますので、これに預かっております。ご覧になりましょうか。それは、目安箱もお設けになっているご主意から、次第によっては受け取ってもよろしいが、一応はそれぞれ手続きのあることを申し聞かせんではなるまい。とにかく、預かっておるなら内見しよう。与力は、願書を笹の前に出した。それを開いて、見て笹は不審らしい顔をした。一というのがその年上の娘であろうが、何歳になる？取り調べはいたしませんが、14、15歳くらいに見受けまする。そうか。笹はしばらく書きつけを見ていた。ふつつかな金文字で書いてはあるが、条理がよく整っていて、大人でもこれだけの短文にこれだけの事柄を書くのは容易ではあるまいと思われるほどである。大人が書かせたのではあるまいかという念がふと兆した。続いて、神を偽る横着者のせいではないかといいと指摘した。それから一応の処置を考えた。太郎兵衛は明日の夕方まで晒すことになっている。刑を執行するまでにはまだ時がある。それまでに願書を受理しようとも住まいとも、同役に相談し、上役に伺うこともできる。また、よしやその間に定義があるとしても、相当の手続きをさせるうちには、それを探ることもできよう。とにかく子供を返そうと、笹は考えた。そこで与力にはこう言った。この願書は内見したが、これは奉行に出されぬから、持って帰って町年寄りに出せと言えと言った。与力は門番が返そうとしたが、どうしても帰らなかったということを笹に言った。笹は、そんなら菓子でもやって、すかして返せ。それでも聞かぬなら、引き立てて返せ、と命じた。与力の座を立った後へ、
城代太田備中城代太田備中守助治が訪ねてきた。正式の見回りではなく、私の用事があって来たのである。太田の用事が済むと、笹はただいま火曜のことがあったと告げて、自分の考えを述べ、指図を請うた。太田は別に思案もないので、笹に同意して、昼過ぎに東町奉行稲垣をも出席させて、町年寄り5人に、桂屋太郎兵衛が子供を召し連れて出させることにした。定義があろうかという笹の懸念ももっともだというので、白瀬へは攻め道具を並べさせることにした。これは子供を脅して実を吐かせようという手段である。ちょうどこの相談が済んだところへ、前の与力が出て、入り口に控えて景色を伺った。どうじゃ、子供は帰ったか、と笹が声をかけた。御意でござりまする。お菓子を使わしまして返そうといたしましたが、一と申す娘がどうしても聞きませぬ。とうとう願書を懐へ押し込みまして、引き立てて返しました。兄弟はしくしく泣きましたが、一は泣かずに帰りました。よほど情の怖い娘と見えますな、と太田が笹を顧みて言った。11月24日の羊の下刻である。西町奉行所の白洲は晴れ晴れしい光景を呈している。書院には両奉行が列座する。奥まったところには別席を設けて、表向きの出座ではないが、城代が取り調べの様子をよそから見に来ている。縁側には取り調べを命ぜられた与力が掛け役を従えて着座する。同心らが密道具を突き立てていかめしく警護している庭に、拷問に用いるあらゆる道具が並べられた。そこへ桂屋太郎兵衛の女房と5人の子供とを連れて、町年寄り5人が来た。尋問は女房から始められた。しかし名を問われ、年を問われた時にカツガツ返事をしたばかりで、その他のことを問われましても一向に存じませぬ、恐れ入りましたというほか何一つ申し立てない。次に長女一が調べられた。当年16歳にしては少し幼く見える。痩せ獅子の小娘である。しかし、これは血との臆する景色もなしに、一部始終の事述をした。祖母の話を物陰から聞いたとき、夜になって床に行ってから出願を思い立ったこと。妹松に打ち明けて勧誘したこと。自分で願書を書いたこと。長太郎が目を覚ましたので同行を許し、奉行所の帳面を聞いてから案内をさせたこと。奉行所に来て門番と応対し、ついで詰衆の与力に願書の取り次ぎを頼んだこと。与力らに教諭をせられて帰ったこと。およそ前日来経歴したことを問われるまどまにはっきり答えた。それでは松のほかには誰にも相談はいたさぬのじゃな、と取り調べ役が問うた。誰にも申しません。長太郎にも詳しいことは申しません。お父さんを助けていただくようにお願いしに行くと申しただけでございます。お役所から帰りまして、年寄り衆のお目にかかりましたとき、私ども4人の命を差し上げて、父をお助けくださるように願うのだと申しましたら、長太郎が、
それでは自分も命が差し上げたいと申して、とうとう私たちに自分だけのお願書を書かせて持ってまいりました。一がこう申し立てると、長太郎が懐から書きつけを出した。取り調べ役の指図で、同心が一人長太郎の手から書きつけを受け取って縁側に出した。取り調べ役はそれを開いて、一の願書と引き比べた。一の願書は町年寄りの手から取り調べの始まる前に出させてあったのである。長太郎の願書には自分も姉や兄弟と一緒に父の身代わりになって死にたいと前の願書と同じ筆跡で書いてあった。取り締まり役は松と呼びかけた。しかし松は呼ばれたのに気がつかなかった。一がお呼びになったのだよと言ったとき、松は初めて恐る恐るうなだれていた頭を上げて縁側の上の役人を見た。お前は姉と一緒に死にたいのだなと取り調べ役が問うた。松ははいと言ってうなずいた。次に取り調べ役は長太郎と呼びかけた。長太郎はすぐにはいと言った。お前は書きつけに書いてある通りに兄弟一緒に死にたいのじゃな。みんな死にますのに私が一人生きていたくはありません。長太郎ははっきり答えた。徳と取り調べ役が呼んだ。徳は姉や兄が順序に呼ばれたので今度は自分が呼ばれたのだと気がついた。そしてただただ目を見張った。そしてただ目を見張って役人の顔を仰ぎ見た。お前も死んでいいのか。徳は黙って顔を見ているうちに唇に血色がなくなって目に涙がいっぱい溜まってきた。初五郎と取り調べ役が呼んだ。ようよう六歳になる抜歯の初五郎はこれも黙って役人の顔を見たが、お前はどうじゃ、死ぬるのかと問われて活発にかぶりを振った。書院の人々は覚えずそれを見て微笑んだ。この時笹が書院の敷居際まで進み出て一と呼んだ。はい。お前の申し立てには嘘はあるまいな。もし少しでも申したことに間違いがあって人に教えられたり相談をしたりしたのなら今すぐに申せ。隠して申さぬとそこに並べてある道具で誠のことを申すまで責めさせるぞ。笹は責め道具のある方角を指した。一は刺された方角を一目見て少しもたゆたわずに、いいえ、申したことに間違いはございませんと言い放った。その目は冷ややかで、その言葉は静かであった。そんなら今一つお前に聞くが、身代わりを聞き届けになるとお前たちはすぐに殺されるぞよ。父親の顔を見ることはできぬが、それでもよいか。よろしゅうございますと同じような冷ややかな調子で答えたが、少し間を置いて何か心に浮かんだらしく、お上のことには間違いはございますまいからと言い出した。笹の顔には不意打ちにあったような驚愕の色が見えたが、それはすぐに消えて険しくなった目が一の表に注がれた。憎悪を帯びた脅威の目とでも言おうか。しかし笹は何も言わなかった。ついで笹は何やら取り調べ役に囁いたが、まもなく
まもなく取り調べ役が町どちよりに、御用が済んだから引き取れと言い出した。しらすを下がる子供らを見送って、笹は太田と稲垣とに向いて、幸先の恐ろしいものでございますなと言った。心の中には哀れな高校娘の影も残らず、人に教唆させられた愚かな子供の影も残らず、ただ氷のように冷ややかに、刃のように鋭い一の最後の言葉の最後の一句が反響しているのである。原文頃の徳川家の役人は、元よりマルチリウムという用語も知らず、また当時の辞書には献身という訳語もなかったので、人間の精神に老若男女の別なく、罪人太郎右衛門の娘に現れたような作用があることを知らなかったのは無理もない。しかし献身のうちに潜む犯行の矛先は、一と言葉を交えた笹のみではなく、書院にいた役人全員をもの胸をも刺した。上代も両奉行も一を変な小娘だと感じて、その感じには物でもついているのではないかという迷信さえ加わったので、老女に対する同情は薄かったが、当時の行政司法の原始的な機関が自然に活動して、一の願意は期せずして貫徹した。桂屋太郎兵衛の刑の執行は、江戸へ伺い中日延べということになった。これは取り調べのあった翌日、11月25日に町年寄りに達せられた。ついで元文4年3月2日に、京都において大上へご執行相なり候手より、日元も相立たざる義につき、太郎兵衛ごと資材御社面仰せいだされ、大阪北南組天満の御口お構いの上追放ということになった。桂屋の家族は再び西奉行所に呼び出されて、父に別れを告げることができた。大上絵というのは、上京4年に東山天皇の上義があってから、桂屋太郎兵衛のことを書いた考察の立った元文3年11月23日の直前、同じ月の19日に51年目に桜町天皇が挙行した思うまで中絶していたのである。森鴎外最後の一句、ありがとうございました。